事故が起きたのは松坂市中央町の信号のある交差点で警察によりますと今日午前1時50分ごろ松坂市内で発生した火災現場に向かっていたパトカーが軽ワゴン車と出会い頭に衝突しましたパトカーは三重県警自動車警ら隊所属で当時赤色灯をつけサイレンを鳴らした状態で赤信号の交差点に侵入したということです この事故で、軽ワゴン車を運転していた25歳の男性が顔に軽い怪我をしました。パトカーに乗っていた警察官2人にけがはありませんでした。三重県警自動車警ら隊の高木隆副隊長は、事故の詳細を調査して再発防止に努めてまいりますとコメントしています。